チーゲーミング、皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、ロブロックスがダウンした時マーチーはどうするっていうことについてちょっとね語っていきたいと思います。最近ロブロックスがダウンすることがすごく多いんですけれども、皆さんが結構ねそれで焦っているのをよく見るんですよ。なので今回はまあその対策だったり、私がどうするかだったり、おそらく皆さんの行動パターンとしてはこんな感じかなということで、私が少しお話をさせていただきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。というわけで行ってみましょう。今日のさ、午前中にも一回ロブロックスがダウンして、なんか開けなくなったっぽいよね。で、あたいその時さ、亀の個人面談に行ってたから、そのシャットダウンについては正直気づかなかったんですけれども、ロブロックスがダウンして開けなくなった時の皆さんの行動パターン、私今から3つ言います。おそらくどれかには当てはまってるんじゃないかということで、今から言いますね。じゃあまず1パターン目、すげえ動揺する。もう、あ、あわわ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 、どうしようどうしよう、ってなるでしょ。なる人いるよね。多分私の感覚でこちらね、ロブロックスに半分住んじゃってるような方はね、 87% の確率でこうなります。もうロブロックスに住んでる方は1日の大半をロブロックスの中で過ごしてますから、もうそこの世界に入れなくなったら終わりもう、え、あ、どうしよう、え、やばい、自分の世界がっていう風にめちゃめちゃ動揺します。ただしロブロックスに半分住んじゃってたとしても、ロブロックス歴が長くて今までにダウンを何回も経験したことがある方はね、残り 13% の確率で、あー、はいはい、またなったのね、あー、じゃあダウンから復帰するまで待ちますっていう風になります。だけどロブロックスのダウンが長期化する可能性があることを知っている方は、これまた動揺しますね。次2パターン目、これはね、ロブロックスが開けなくなったとしても、あ、まあじゃあ別ゲーやろうかな、あ、スイッチやろうかな、あ、誰かと通話しようかなみたいな、そんな感じでまあ普通にスルーができる人たちですね。で、次3パターン目はロブロックスのダウンに気づかない勢ですね。これはまああるでしょう。何か用事があってロブロックスを開いてなかったとか、ロブロックスのダウン自体が一瞬だった場合は、まあそれに気づかず、気づいたら、あ、治ってた、あ、ダウンしてたのマジでみたいな感じになると思います。じゃあマーチーがロブロックスダウンした時どういう反応するかっていうと、めちゃめちゃ焦るよ。マーチーはね、ため撮りとかを全然しないので、もう毎日どういう風にサイクルが出来上がってるかっていうと、その日に出す動画の撮影はその日の午前中にやるんですよ。で、午前中のうちにカットだけしておいて、で、昼ご飯食べた後に文字入れだけして、で、あとはもうカメとかがいるので、もうカメと過ごす時間みたいな感じで、夜にかけてはもうずっと家のことやったりっていう感じなんですけれども、なので私って動画のさ、時間が短かったりするんですよね。もうそれ以上だと手がとてもじゃないけど回らないので、撮影なんかもう30分とか、長くても1時間ぐらい、その動画はもう本当に6分とか7分に短くまとめてそれで出すんですけど、だからその日暮らしの動画作成サイクルなので、もう本当にね、ダウンしたら、あー、動画出せねえじゃんってなっちゃうんだよね。で、私はあの週に3回ライブ配信をしているので、ロブロックスがダウンするとやっぱりまずいことになるってことですね。最後にロブロックスがダウンして入れなくなった時どうすべきかなんですけれども、もうこれはね、待つしかない。もう本当にあのロブロックスの方々が直してくださることを信じて待つしかないです。もうどうしようどうしようどうしようってパニクっちゃってる方たまにね見かけるんですけど、あのじっとね待ってれば復旧しますので待ちましょう。で、自分だけこうなっちゃったのかなって思う方もねいらっしゃると思うので、なるべく私はね、あのロブロックスがダウンした時私もなってますみたいなショートなり、まあツイッターでのツイートなり出すようにしてるので、そういった情報収集とかもするといいんじゃないかなと思います。ただ今日みたいにあまりに復旧が早い場合は私自身も気づかないことがあるので、そういったことが出せないこともあるんですけど、まあ大体入れない時はみんな入れないので、あのあまりあの焦らないようにするのがいいんじゃないかなと思います。
はい、というわけで今回はロブロックスがダウンした時の私の反応などいろいろなことについてお話ししてみました。いかがだったでしょうか。ロブロックスって結構今までもダウンしてきたし、それがね長期化することもあったんですよね。なので不安になる気持ちはねものすごいわかります。実際私もいつ復旧するんだろう、みんなと会えないんだけどとか、グループの掲示板チェックできないじゃんとか、もうものすごいね心配になる。なんだけどもうこういう時はやっぱ待つしかないので、もうね一緒に乗り越えていこうよってことで、皆さんと一緒に不安な気持ちも共有しながら過ごしていけたらなと思っております。ただし不安になりすぎるのも良くないと思うので、いろいろな情報を収集しながら気長に待ってみましょう。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。